リを超えているという荻野です。これも逆方向、捉えた当たりではありましたけども、足立が掴み取りました。今でも完全に捉えてますもんね。捉えてましたね。やはりこう演じてくれるでしょうか。セカンドライナーになりました。戻れるかどうか、アウト。おっと、ああ捕球後です。打球は T 岡田、戻ることはできませんでした。今のもいい当たりだったんですよ ね、 ね、捉えはしましたけれども、わずかに一歩届きませんでした。中島オリックス先制はなりませんでした。初球から狙っていって回り込んで競争になって、好プレーです。さすがは中村翔吾、肩の強さを見せてくれました。昨日からでも本当守備、いい守備しますよね。あそこ抜けないんですよね、はい、エチェバリアにも好プレーがありました。今日は一つ中村に好プレーがあります。少し詰まってのような当たりです。回り込んで1歩目のスタートも素晴らしいスタートでした。負けてきたランナースタート、タッチは判定はアウト判定。あ、いくちゃんが出ますね。出ました。でもスタート見た感じでアウトには見えましたけどね、完璧のところに投げたんで。ストライク送球、はい、タッチはどうか、足が速い、足が速いのか、どこで触れているかですよ、ね、そうですね、まあ、この感じだと判定通りなのかなという感じはするんですけど ね、 ね、センター方向からです。ここでタッチしていますが、どうでしょうか。アウトのままでした。判定、打球殺して守備は2塁送球、どうか、止まりやった。1塁はセーフになりました。守備後半はロックを送ると失敗、送ることはできませんでした。これは非常に痛いですよね。少し打球が死にすぎましたか。そうですね。どうか、曲げてきた、引っ張ってサードライナー、1塁送球は初球から狙ってきました。大木のすぐさま一塁に送りました。しましたが後続を立っています。おっと、よく取った。 T 岡が自ら滑り込んで一塁蹴ります。変なプレーは乗ってきま す、ね、難しい打球ですよね今ね、はい、なんか変な先っぽっていうか、バットの先端になんか変な変化してますよね。よく反応しましたね。やっぱり乗ってますね。逆を突かれそうな、いやロックバッテリー逆方向、前進していたライトですが、佐藤はよく取りました。わからないですよね。